4番マルコスキは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。FK ジェレズニクで頭角を表し、2002から03シーズンは4位、2003から04シーズンは3位と、躍進するクラブの中で活躍。セルビア・モンテネグロ代表にも招集され、4試合に出場した。2004から05シーズン終了後に、クラブは、 合併により消滅するが、マルコスキは、FKA、ゼタゴルボブズに、背番号10を用意され、迎え入れられた。2006年3月21日に行われた、パルチザンベオグラード戦にて、一昨年までゼタの中心選手であったネナド、ブルノビッチに、悪質な反則を犯し、レッドカードを受け退場になった。ブルノビッチは復帰まで2年半という重傷を負い、 マルコスキもシーズン終了後に、モンテネグロを離れた。その後2007年よりウクライナに渡り、FC ボルスクラポルタバで活躍を続ける。2009年のウクライナカップ決勝者フタールドネツク、戦では、マルコスキのシュートのこぼれ球を、バシル・サチコが押し込み決勝点を挙げ、クラブに、初タイトルをもたらした。ありがとうございます。